ね。ああ、いや、おっと、
じめさん、中岡さん戻ってきてます。2階へ行ってあげて。はじめさん、そろそろお出かけ。中岡はん、そこで待っとるよ。待ち合わせしとるんやろ。戻ったか、龍馬。ああ、それで最後の方はどうだった。俺が予想した通りだったぜ。例のフォトグラフを見せた途端食いついてきやがった。あとは桂がこの話に乗ってくれるかどうかにかかってる。確か桂については東堂が生松の店へ向かってたはずだ。そろそろ戻ってきてもいい頃だが。怪しいな。その店行くぞ、龍馬。分かった。なんだ。東堂。ここの件、桂さんは来ると生松さんから。東堂、何があったんだ。武田さんに見られちゃって。医者を呼んでくれ。はい。そんなことより早く武田さんの口を塞がねえと。そうはいかない。今はお前の治療の方が先決だ。中岡、あんたはすぐに新選組に行って土方だ。急いで武田さんが伊藤さんに報告する前に止めてください。出ないと俺、近藤さんに会わせる顔が。東堂。武田さんは生松さんの店にいます。早く。分かった。だからもう喋んな。よかった、死ぬ前に伝えられて。何バカなこと言ってるんだ。しっかりしろ、東堂。お龍、東堂を頼む。はい。中岡、俺は武田を追う。あんたは新選組に東堂のことを知らせてくれ。わかった。